コロコロ言ってるな。なんか、コーローって言ってるな、な。やあ、せつのきゅうすけよー。今回やっていくのは、邪神コロネ。首絞められてる。首絞められてる。あ、手が広がって指を捧げる。指を捧げるの。え、心臓とかじゃなくて、指フェチなん。指が好きなん。はい。次の日の新作でして、なんと、ホロライブの犬神コロネとコラボした作品になっております。おい、夏のさ、2作同時リリースもそうだけどさ、次の日めっちゃ頑張りすぎじゃね？ VTuber さんとコラボ2作目でないか。もうハッスルしてんな、おい。アイムシアさんめっちゃハッスルしてんな、おい。頑張りすぎでしょ、次の日。おう。ちょっと体壊さんようにか、ちょっと気をつけてよ。アイムシアンさん、やっていくわ。なんかカップのコーヒーの残りちょっと水量みたいな時になったのも。あるよね。残り少なくなった時、ストローで吸った時、こんな音出るよね。コロネ様の教え、様、どっから宗教の話になっとるよ、お前。まあ、ホロライブの人気っぷりはもう、レベルは宗教レベルやけどな。チャンネル登録者100万人超えが上を寄るからな。1、頭髪を剃り上げよ。2、常に微笑みを絶やさないこと。3、汝の指を支えよ。4、他のチャンネルは必要かしら。やばい。いくらホロライブメンバーでもコロネ様以外のチャンネル登録しとったらやられるんやな。頭髪を剃り上げようって、そういえばさっきのスタート画面やってさ、周りのホロライブのファンがさ、地面埋められて頭ハゲになっとったな。あれ、そんな感じなんじゃな。わあ、ホロライブって髪の毛剃らんかったらチャンネル登録させてもらえんのじゃ。厳しいな、ホロライブ。てか、コロネ様か。ホロライブメンバーの他のメンバーがそうとは限らんからな。坊主好きなんかな、犬神コロネ。ってことは、指と坊主が好きなんかな？というわけで今回もさ、多分横に移動するだけのゲームだと思います。横に移動するだけやけどさ、結構動画のタイトルにさ、横に移動するだけで怖いゲームみたいな感じのアピールしてる人結構おるな。あー、やっとテクストから解放された。学生らしいね、主人公。高校生やな、見た感じ。帰ったら VTuber の配信、見よーっと。いいね。老若男女、どんな人にも人気やけんさ、そういう大手の VTuber さんってさ、高校生って結構こう VTuber 好きな人多いんじゃないかな。俺の偏見やけどな。犬神とか完全にさ、ほんまに、タイトル通り、犬神ラーメンとかあるで。この辺信教、この辺信者ばっかやけど。まあ、犬神コロネの視聴者集めてできた街みたいになってますけど、これ。何でもかんでも犬神ってつけてもいけるような、なんか なっとるやないか、お前。染まってるな。犬神コロメ一生懸命染まっとるな。それ以外のチャンネル登録しとるところを見たらさ、殴られるんだろうな。てか、背後から刺されるんだろうな。怖っ。ないないにけ、犬神町みたいな感じに名前変えられるだろうな。掲示板に 犬神コロネのイラスト貼られとるから。あれ？どうした？これって、犬神コロネ？わ、なんで首だけ貼ってあるんだろう。えいで、かわいで。別にいいだろう。かわいいと思うぞ。うまいと思うぞ、俺は。へえなの。変なの言われてますけど、犬神コロネさん。あんたの、ファンが描いてくれたイラスト、変なの、ああ、変だな。目が赤く光ってや。変だな。ごめん、少年。確かに変だわ。目だけ赤く光ってな。なんか七不思議でさ、ベートーベンの肖像画、目が光るみたいなやつあるよね。あんな感覚かね。どう襲ってくるんだ、犬神コロネ。おっと、コーネ様の星、こんなところにも貼られてるし。
みんなさ、みんなはさ、犬神コロメのチャンネル登録しとっても、おいのこともチャンネル登録してよ、みんな。うん。刹那圭介のことは嫌いになっても、犬神コロメのことは愛しとってもいいけどさ、その逆もありでもないよ、あるよ。犬神コロメからなんか、謎を超音波発射されてるような感じで。そして次の日が、次の日が、お、まあ、次の日が、襲いかかってくるよ。はい、俺のこの電波で俺も犬神コロメのことを好きになりました。あんまり大きく言えないけど、ホロライブメンバーの中で一番好きなのは大空スバルですけど。さーて、犬神町まだ来たぞ。昨日は廃止、見すぎちゃったな。わかる。結構さ、遅い時間にやいよる人もおるけんな、VTuber さんって。おかげで寝不足だよ。犬神コロムでも結構遅い時間までやいよるタイプの人なんかな。実はあんまりよく知らない、配信の方に関しては。ホロライブゲーマーズっていうさ、ゲーム部門のところに所属しとる人じゃなかったっけ？ゲーム配信がメインなんだろうな。よく知らないけど。なんか、手術というか、改造されてませんかね？ショッカーの、ショッカーの手先すくいよるみたいな感じの感じになってますけどね。改造手術してませんかね、なんか。うん、そうやって手下作るんか、犬神クローネは。ショッカーの幹部だったんかな。けどまださ、なんかそこまでなんか、まがまがしいもんが画面でできたっていう感じではないよな。二日目あたりからさ、後ろ側にさ、なんか出てくるもんなんやけどな、次の日って。なんかやべえやつが。まだそういうやべえやつは出てきてないかなと思うんやけどな、そこまで。こう歩っきょう人たちもさ、みんな犬神クロネのファンなんだろうな。だってそういう人らを集めたからこそこういう街ができたんだろうけどな。あ。そういえば昨日、犬神クロネの配信見なかったな。ああ、ダメだ！お前それ禁句やぞ、お前！それさ、聞かれてるぞ、お前。犬神クロネ本人に。だってここにカメラあるんだもん。絶対黒町、犬神トロネにて、全部の音声をさ、犬神トロコロネの耳に入れられるような、そういうシステムやっとうからな。多分聞かれとるぞ、お前。お前、やられるぞ、お前。なぜ見なかった。見るのが黒町のルールじゃ、みたいな感じ。来るぞ、お前。はっ、可愛い子が多くて、ミュージシャンだぞ、ね、はっ、一番いいじゃん、格好出てないのに。それやべえやつじゃないの、お前。いや別にたくさんの推しがおるんはいいやけど、犬神コロネのその何だったっけ、ルールにあったもんな。はい、聞かれてる。はい、横いりますね、横いますね。アイロックをされました。今日は誰の配信見ようかな。あー、ルール抵触した系、襲われる系のやつね。はいはいはい、圧がかかってますよ、コロさんのコロさんのコロネさんの圧がかかってますよ。はい、もう、クローネがもう、撮影を持ってこっちを見てる気がするわ。やっちまったな、少年。今からでも他の VTuber さんのチャンネル登録解除した方がいいぞ。俺以外な。でも俺以外な。俺以外のやつは解除したってもいいよ。俺の残しとってくれたら、犬神クローネに対してどうにか俺が守っちゃるけん。というわけで二日目が終わったけど、お前も明日以降、分かっとるな。犬神コロネと俺以外の二人以外のチャンネル登録解除してなかったら、お前、明日以降分かっとるな。はい、超音波が来ました。あーっと、顔が険しくなったわ。多分チャンネル登録解除せんかったんだろうな。次の日。大丈夫か少年。チャンネル登録解除したかちゃんと。ん？どうした？なんか、誰か見られてる気がする。見られてんのね。てか、奥っかはおるな、一人。ここ、おるな、アンさん。
まあさてはさ、チャンネル登録解除してないだろ。あい、コロネさんですね。隣の誰や、隣の骨のやつ誰や。ペットか、犬が犬を飼うんか。さあ、あとそろそろ襲って、なんかやばいもんがどんどん見えてくる頃やぞ、お前。次の日の3日目以降ってそんな感じやけんさ。殺そう。ああ、突き落とされた。犬神コロネで逆らった人間はこうなるぞ。裏切った者はこうなるみたいな感じですね、もう。もうなんかヤクザとさ、後始末みたいな感じやけんな、お前。責任の取り方っていうかさ、そういう筋の通し方みたいな感覚なんだろうな。ヤクザと何も変わらんぞ、お前。わ、ギリギリ理性保ってる人おるんやな。あー、でも、そんな人でも、コーネ様には逆らえません。コーネ様の心まじでは、コーネ様の支配下に置かれとって、何喋ってもコーネ様の耳に入ってくるシステムになってるわ、これ。まさにジャーシン。この街から出ることはできるんだろうか。やばい。バイオハザードで、ラクーシティから出るぐらい難しいかもしれんな。あ、隣におるもん。あー、でもこれはさ、ファンにとってはすごい活気者ではありませんか。すぐ隣にクローネ様が寄り添って歩いてくれる。推しが寄り添って歩いてくれる。これは何事にも変えられない幸福ではございませんか。あ、消えた。あー、短い幸福でした。だんだんこのイラストをまがまがしいものになっております。あれ、この張り紙って、コローネ様？あ。やばい、催眠術かけられ続けよったけん、とうとう様付けし始めてきたんだよ、お前。様ってしまった。この少年もどっぷりはまってしまったわ。てか少年、傘させ。こんだけバリバリ雨降っとるやけん、傘させ。コロネ様の配信を見ないと。そう、義務感に駆られるあたりがちょっとまずいですよ。そう、生活スタイルに合ったような視聴スタイルを取ってくださいね、皆さん。こう、義務感でさ、毎度毎度見なきゃいけない、見なきゃいけないって思ったらダメだと思うんですよね。見えるときに押す。押せるときに押す。それが VTuber ですよ。それが VTuber なんですよ、皆さん。無理に深夜起きとったら、起きてまで見ても、見てはいけません。多分でも、向こう側の奴らはさ、そんなことお構いなしにさ、ゼムの配信見続けようって人生破綻したんだろうな。睡眠不足で、学業はおろすか、仕事は手につかず首になり、それでも、コロネ様を押す。これは本当に、推しの VTuber さんの幸せにつながるんでしょうか。いいな、俺はそう思いません。当然、催眠術は、あーあっと、化けの皮が剥がれました。そうそう、次の日来るかな。おー、しかし、まだ次の日です。まだ次の日タイムは始まっておりません。催眠術をかけ始める。やばい。この動画も、この実況終わったら俺も犬神クローンのチャンネル登録をしないと、そんな義務感に駆られてしまう。洗脳、侵食、洗脳、侵食、洗脳、侵食、洗脳、侵食。何か、おかしい気がする。でも、それは、なぜなのかわからない。少年、逃げろ。逃げるんだ。この町から逃げるんだ。おお、監視さん、誰だお前は。ああ、前の日の理性保っとった人、どうにかして呼びかけてくれてる。まだ可能性、ああ、理性保った人、目覚めた。ダメだ。この町にいてはいけない。なんだ？ロボットミー手術。何それ？恐怖、不安から解放される？
あーなんかウィーウィーで改造手術しよったな。それロボトミー手術それあかんやつ、それあかんやつやないか。脳の手術ダメだろ、絶対どここの雰囲気で受けちゃあかんやつだろお前は。っそんな手術受けなくてもクロネ様の配信を見ればいいのに。はっやばい、夢の国のネズミですらクロネ様の虜になってるからな誰だ、誰かの声が聞こえる。あー向こう側で手術受けた人がこんな顔でおる。口の形がさ、あの桃鉄の貧乏神なんよ。ないないするのねん、犬神クロネの配信見るのねん。タッタラタッタッタって始まってさ、自分のターンが終わり際にさ、犬神クロネのチャンネル登録しておいたのねん。他のチャンネルは解除しておいたのねん。そんな感じで言われそうな気がする。コロネ様、あー主人公が同じ顔になってる、とうとう。もう手術か受けんでもさ、洗脳でこうなってしまったからな、お前ブレインコントロールでないかお前。もうゾンビと何ら変わらんし、向こう側にコロネ様の影がたくさんあるし、チューチューと連勝し、コロネ様の影がチューチューと連勝し、なんか来たー、上からなんか来たーなー。コロネ様、コロネ様、待ってー。あ、溶けた。え？あれ？俺、今まで何よ？目が覚めた。なんだ？なんか来たー！あご、顎を手術しているやつがおる。なんだよこいつら。君はコロネ様が好きなのか。は、君はコロネ様が好きなのか。どうする。え、何やねん、何やねん。好きだと言える、答えるしかないやんお前。答えるか何も言わずに去るかの二択できるんこれ。あれ選択肢あるんこれもしかして。あ、でもキー操作で何もならんってことはそのまま行っていいんか。なんだろうあいつ、なんだったんやほんまに、なんだったんや。え、なんか選択肢掲示されたんかなと思っとったけど、そういうんじゃないん。何チラッと見たんや今。何今はチラッと見たんや。そろそろ来るかな、つくの日。わあ、さらに一層強い催眠術きたー、きたー、次の日タイム入りました。やはりこのゲームは次の日でした。なんか、あれ？でもなんか雰囲気、元に戻ってきた感があるな、逆に。腹減ったな。なんか平穏な日常になってきてる。どういうこと？早く帰ろうっと。お？ちょっと近所迷惑なんだよ。選挙カーじゃないんやけどな、お前。なんだ？クローネがせんの？なんだあの凱旋者は。めっちゃ響くやん。
聞こえる、あの変な歌が。まさか街の音に紛れてずっと聞こえていたのか。よく見たら、この町なんかおかしいぞ。今更やんけ。それは今更。バリバリ犬神とかコロネとかたくさん貼っとうからな、お前。どこさえすぎないよな。犬神、コロネて？まるで犬神コロネに支配されてるみたいじゃないか。それは1日目のあたりがそうだったやん。もう序盤の方からそうだったわ、お前。ここ駐車禁止なのにカメラで撮影しとるわ。インタビューしてんじゃねえよ、お前。何かあったのか。あ、警察官の人、インタビュアーなんかインタビューされてるな。現場から中継。あー、どうでもいいけどさ、手前のインタビュアーの人がさ、あの元なでしこジャパンの丸山カリナに見えるんやけどたった今 VTuber 犬神コロネ容疑者を逮捕するため警察により家宅捜索が行われました。容疑者になってる犯罪者になっとるやないかお前激しく動揺してるでないかお前。それはだ、有名な人が逮捕とか、有名な配信者が逮捕とか、ショッキングでしかないよな。犬神容疑者は動画サイトを通じて、このビルにファンを集め、洗脳を行っていたようです。洗脳した信者をクロネスキーと呼び、クロネスキーなんだクロネスキーだよ、お前。国家転覆を、規模でかい規模でけえわ、お前転覆ってった日本潰し生きとったんかお前。おっこわだてたとして警察に連行されていきます。罪状が意外とでかいよなあ、犬神容疑者が出てきます。いや、容疑者が出てきますじゃないよな。 VTuber だやけん中の人が出てくるよお前。まさか本当に本当にいた、やばい。なんかホロライブの公式にさ、ショート動画にあるけどさ、そんな時の顔じゃないかお前、それお前ホロライブ一枚噛んどるなこれ。あるもんさ、ホロライブにショート動画1分ちょっとの動画さ、ちょいちょいアップされよう。もうその時の犬神クロネの顔じゃこれお前。自称 VTuber とかなっとる。笑っています。とっても悪そうな顔をしています。でも可愛いよな割と普段見かけるような顔な気がするわ。俺は私は報道を担う者としてインタビューを試みたいと思います。犬神さん、洗脳していたんですか。国家転覆しようとしていたんですか。うわうわうわう、何撮ってるんだよこのねはいつもみんなの心の中にいるでな。方言きつい喋り方とはいえこんな喋り方だったっけ。洗脳してやるでな。ほーら、洗脳ソングが聞こえてきてるな。洗脳洗脳、クロネが洗脳、かわいいクロネが洗脳中。クロネの耳はパンの耳。いで、仮にもトップ VTuber ですよ。そんな扱いしていいですか。クロネがしばき上げパンチングをかまされるとは。いや、ほんまにこれ次の日な。クロネは必ずシャバに帰ってくるでな。まあ洗脳しよるわ。てか首変な方向に曲がっとんよ。ポキポキ言わせな。おい、角度おかしいぞお前。首の角度おかしい。
何だったんや。いいのかホロライブこんなんで。オタクの所属の VTuber さ逮捕されたぞ。諦めずにまた洗脳しよるな。なんだ。いやこの人やりすぎだろ。この警察官やりすぎないよ。誰この人。めっちゃキャラ濃いモブやなお前。何やこいつ。ああ終わった。あれ意外とバッドな方が感じじゃなかったな。もうさ次の日っていつも取り返しのつかないところまでさ地の底に落ちていく終わり方するのに、今回はなんか首謀者逮捕されてさ、いやまあまあいいエンドでお迎えた感じになっとる。うん、でもまさかさホロライブさんが自分の所属の VTuber さん逮捕の終わり方するゲームを認めるんやなって思ってしまった。面白かった。ホラー演出よりもなんかちょっとふざけに来とるようなところあってさ、俺は笑えてきてしまったんやけどな。今回の次の日はさ逆に寄っとう感じがしてな、面白かったです。ホラー苦手な人でもこれはいけるんじゃないかっていう感じで。アイムシアン。この辺もいつもの通の日でも出てくるやつ。ああ、そうでもなかった。クローネ様はまだ出てきてたわ。世界を救う。まあ、なんでだろう。ほんまに世界を救いたかったらさ、犬神クローネに投資する、ね、応援するんじゃなくてさ、ユニセフに投資すればいいと思うよな、俺は。押収されてる。ああ手の形変わってる。なんじゃこれ。やっぱここさ選択肢選べるんかな。どうするのところでさ、好きだけ答える。キー操作では何もなかったけどタップ、あ、いけるで。なんか知らんけど反応せんかっただけか、1回目は。あ、ってことはマルチエンドかこれ。そうじゃよな。さっきやったエンドはさ、どう考えても次の日の終わり方じゃなかったもんな。ギャグ寄りの終わり方しとったもんな。もちろん俺毎日クロネの配信見てますから。いい笑顔で。怪しい事案発生してますけどね、これ。君は我々の仲間になる資格があるようだ。そう、入りたまえ。いや、さっき言って逃げろの人おるでないか、お前。逃げるの人も結局逃げきれんかったやりになってるよ。ほっちょっ、あー、ファンクラブに入れさせられた。これで次の日来るんかな、今回は。地面埋められてるやん。スタート画面のごとく地面埋められてるやん。指まつられてるやん。こんな感じの展開になるんじゃ、こっちは。来るぞー次の日。でも今回はちゃんとホラー展開になりそうです。ファンクラブに入会させられたぞ、主人公。
なんだ、拉致された感じになってる？なんだここは。体が動かない。誰だお前は。ああ俺だった。なんでそんな拷問器具みたいな、ソウの世界観みたいなジグソーのゲームが始まるんか。うっ、お目覚め。あ、ボイスあるんか。えなんだ、ジグソーか。ほんまにジグソーか。だ、あ、おっさん、逃げろって言ったおっさんじゃないか、お前。お前は、この町から逃げられなかったのか。怖い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 。あー、指が。すぐに沈むぞ。じっとしていなさい。なんだ、逃げたいのか。だがダメだ。だが断るみたいな、お前ジョジョみたいなこと言うな、お前。お前はクローネ様が好きだと言い答えた。だがクローネ様はお前を許さないと言っている。他の子に目移りしとったけんかな。他の女に心変わりすることは決して許されんのだ。ですよね。町の者はみんな洗脳されたぞ。お前が洗脳しよったんやな。医師である私を除いてな。だからあんな感じで逃げろって言ってくれよったんじゃ。ああ。まずは頭髪を剃り落とす。ハゲにさせられる。ハゲにやる必要あるでないんか。ないやろお前。別にファンクラブになるから、なるためにハゲになる必要ないだろお前。笑顔を矯正するヘッドギアをつけて。仕上げにロボトミー手術で脳みそをいじれば。お前がやいよったんか、あの町の人の惨劇。クロネスキーの完成だ。ああ、それは逮捕されるわ。警察にパンチ食らわされるわ、お前。頼むよ。私を助けると思って。いや、頼むよって言うのはこっちの方なんじゃ。おとなしく洗脳されてくれ。見てるんか、クロネ様が見てるんか。君がここで洗脳させてくれなかったら、私が殺されるんだ、犬神クロネに。はい、ゴール。逃げられんようになってる。殺される。犬神殺せに殺される。うわぁ、お許しください、クロネ様。ショッカーの手下か、お前は。くわっ、狂ってる。ババ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 バ。待って、待たんか。逃げる、抗う、運命に抗う主人公。ああ。来たよ、ちゃんとした角の引きたよ。あ、あ、ここも横、横移動俺がするんじゃ。助けて、助けて。逃げろ逃げろ逃げろ、助けて助けて。あっ、あー、いやー、どうして逃げるの。
他の女に浮気する悪い子は脳みそいぞってコロネスキーになってもらうでな。やんでるやないかお前。あららら、ら最高ホラーだったわ。これ最高ホラーだったわ。ねえ、コロネから逃げられると思った？うん。ああ、手術の音。国民よ、これが継ぐの日だ。ああ、主人公のなれはん果てがこれか。毎日毎日バックロはコロネ様押し続けててハッピーになっちゃうよ。毎晩僕はコロネ様の配信を見続けてハッピーになっちゃったのさ。初めて覗いたチャンネルをあ、どうやらホライボーで気に回すことは死に。ああ、お前見たことある、お前見たことある、おい正面のお前見たことある、つくの必勝代の主人公ちゃん、これそんな感じの見た目だったらお前。あいつもコロネ様に。おい、過去作のキャラクターを巻き込むな。アイムシアン、よかった、ちゃんとした頭脳皮の方も見えた。そりゃそうじゃわな、首謀者が逮捕されて終わる縁のなんか頭脳皮じゃねえよみたいな。よかった。ああ、このスタート画面にも主人公出てきたわ。はい、というわけで今回ジャシンコロネは一作で二度美味しい作品だったわ。ほんまさ、 VTuber さんとコラボしてさ、今回2回目になるけどさ、みんな大好きコロネ様をね捧げることができてね、あー楽しかったです。これからも次の日期待しております。この動画を見て面白かったと思う人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。切な形跡でした。それではシュー上げ。